本のあれポッドキャスト。はいどうも皆様こんにちは、新日本の和芸ポッドキャストの時間をやってまいりましたレイレイショーでございます。待ってました、広瀬和夫プロデュース、こちらマルコ満喫新日本の和芸という落語会を、北沢タウンホールで行っております。その宣伝のためにやっておりますこのポッドキャストでございますが、まずは私がレイレイショーマルコ、そして立川こちらです。三遊亭満喫です。我々のプロデューサーがこちら広瀬和夫です。よろしくお願いします。いやどうも広瀬さんお疲れ様でございます。いやどうもどうも。おお、何ですかその二人のアイコンタクトみたいなやつ。いや去年私ですね、こちらのポッドキャストで、学生落語選手権、天式杯というね、ありまして、まあちょっと素人のおじさんが主催してるんですけども、まあ大変に面白くて、満喫さんね、真面目にやって、いやいや賑やかにね、賑やかにね、所沢には電気通ってますから。わあまだ怒ってる。先週以来また怒ってる。まずいな、埼玉県民を代表して怒ってください。ちょっとやめてください。そんな規模で非難してないです。大きいよこれ。愛知県に馬鹿にされた。いやいや埼玉市には通ってます。やばいなこれ。この天式杯がね大変に、学生なのにレベルが高くて面白いと。あ言ってましたもんね。ぜひ広瀬さんにも来ていただきたい。俺も行きたいって言ったのに全然呼んでくんないじゃん。まあちょっと主催者は、何も言ってなかった。やってんだてめえは。そうだよ。こちらが行きたいって言ってんのに。主催者が認めてないんでしょこちら。いやしょうがねえな。そうじゃない。ね認めてねえ。呼んでる芸人が多すぎて。お前どこに怒ってるかわかんねえよ。だって京太郎師匠とか行くんですよ。そうやって大阪から梅団実証、東京から文治師匠、京太郎師匠、古仙師匠、司会で私。間がいないじゃんよ。間京太郎師匠のねと馬粉師匠の間の古仙師匠がいるから同じぐらいですキャリア。そうなんだ。じゃあ俺でもいいじゃん。そしたらだから古仙師匠だって霊々者だから。あそうなのか。もう関係ないじゃん。関係ないですか。もう天使系の主催者が痛いって言ってましたよ。古仙さんぎっくり腰してる。キャリア同じぐらいなのにそんなおじいちゃんみたいな規則なんだ。古仙と馬粉って似てるよ。そうそう似てる。古仙とね馬粉だからどっちかというと古仙の方が似てる。古仙と馬粉がね馬匠と古仙を合わせたみたいな。あーそうだすげーすごいハイブレッドですね。すごい。じゃあ馬粉師匠お願いします。どんな回だったんでしょうか。だからそこでね今日の私が広瀬さんもぜひ審査員でお越しくださいとご快諾いただきました。主催者の方もぜひということで行ってまいりました。第6回天式杯学生落語選手権トーナメント、明豊ハム主催、主催ではないですけど、スポンサーについてましたね。まずですね、朝、同じ新幹線で、待ち合わせをしておりました。肝心な時に寝坊する男、霊霊者マルコの悪い癖が出ました。起きたらギリギリ間に合わないという。間に合わねえの。嘘。本当です。すいません。遅刻は？ひどい。遅刻したの？遅刻ってあの10分ですよ。NHK も遅刻しましたよね。新幹線乗り遅れました。今回もすぐに行きます。しかもですね、まあ前の日充電せずに携帯をこう切れてたわけです。で朝起きて。やべえ絶対遅刻なんだけど何時かわからねえ充電して5分ぐらい待ってですね、で時計が出てああもうダメだですぐ電話して、まあ、慌てて支度してですね、で電源を引っこ抜いてこう走ってるわけですから、あともう 3% ぐらいしかないわけとりあえず待っててくださいで充電が切れそうですみたいな。そんな感じで待たせたんですか広瀬さん。結局だから1本後の新幹線にしたんですよ。申し訳ございません。すげえ非常に短い文面でね命令されたんだうわちょっとマルコ考えられない。すいませんだよね。失礼にも程があるよね。僕はその日ね遅刻しちゃいけないから1時間ぐらい早く着いたんですよ。1時間10分待たせたんだよ。そうだよ。すいませんでした。広瀬さんにとっての1時間10分って本当だよ。普通の人の3日4日の価値あるんだからね。まあそれをさ編集長もやりつつね落語も見て本も書いてるそういう人の時間とあなたみたいに食っちゃねだけでね過ごしてる時間と同価値じゃないのよ。何だママが言ってみろってねは。やろうお前だんだんばらやろうもう帰ってくれぬるぬる帰ってくれお前もういいよ。散々俺
まこれといて加藤さんやけんちゃんご機嫌テレビの命令みたいなのを言うやつは何だよ意味がわからねえ例えが古すぎるだろうよまあまあでもね一本後のにしてくれとでグリーンにアップグレードした分は自分が払いますからみたいなことだったんで、うん、じゃあまあグリーンするならいいやと待ってましたねそれぐらいのことはねしてもらえないかな行きましたよね間に合いましたから会場にはただまあ遅れて着きましたねみたいな感じで現地の人たちは言われたんでうわ言われちゃったんだだから僕じゃないですよマルコさんですよってみんなに言ってましたから余計なね疑惑をかけられたわけですよ広瀬さんが誰によってかかられたかマルコだよほんとこいつがだってね周りの人からしたらなんか広瀬さんが失敗したけどその失敗をマルコさんがなんかねうまくフォローしてますみたいに見えちゃうかもしれない本当ですよお昼、ね、お昼食べる場所があってね、はい、お昼がカレーが出てたんですけどそれさもうお昼何時からって決まってるのにそこに30分ぐらい遅れていくわけじゃないですかでそこに文治師匠とかいるわけですよねあ今来たのみたいな感じでマルコさんが遅刻して私のせいでと皆さんいちいちそうやって説明しなくちゃいけないじゃんよ広瀬さんからしたらさそんなの嫌なんだよ最初に謝るの謝らなきゃいけなくなるでしょそうだよ広瀬さんが謝られるべきだよなんで広瀬さんが謝ってなくちゃいけないのちゃんと考えろちゃんといやお前が謝ったってまず広瀬さんに疑いをかかるわけでしょそういう疑いをかけてしまう迷惑をなぜお前は考えないんだよお前変異で行け変異でお前は広瀬さん先に時間がないからそんなの変異でお前考えてんだお前ちょっと天使に会いクール便で送れ自分を早いからクール便でよお前ヤマトヤマトのクール便死んじゃうよ死んじゃうよクール便は死んじゃうよもう一本取れもう一本取れバトンするのがほんとバトンするのがないの2人とはどこの取り調べですかもうやってないことも やりましたって言いそうになっちゃうねもうね本当ねでも楽しかったですよ。初日がまあ予選なんですね、うん、全部で学生100人ぐらいいるんで、すごいな、4会場に分けまして、ですから広瀬さんと私はあの予選会場が違ったんですね、うん、で、まあ、そこで決勝を、まあ、10人選ぶわけですね、はい、で2日目が、まあ、決勝トーナメントで、うん、そこで私は審査員ではなく司会をやってたと、うん、そういうことでございます。そうですね、あの広瀬さんがちょっとだいぶお気に召した、まあ、僕あのデイブロックっていうところでねやってたんですけどそこに出ていたあの股間って聞くのもんというもうで、ね、くだらない名前を下ネタでしかもねこれ筑波大学院ですよ大学院か大学院大学院ですよね筑波大学ってねあの理系のすごい検査所高い、うん、その大学院のお知見の子で股間って聞くのもんちょっとね可愛い感じの子なんですね男の子可愛い感じの男の子で黒紋付き着てね、うん、ちょっといい感じのいい感じで、もうなんかルックスは良くてね、それでねやる落語はものすごいバカバカしくて僕のだから予選の時の審査用紙メモ用ってところにね、うん、くだらないかっこ笑いって書いてあってバカバカしくていいねってそれしか書いてないこの人だから僕一押しでだからね各ブロックで2人ずつ勝ち上がるんですよね、うん、あなるほどで2人ずつ勝ち上がるほかに、うん全体で2人かなだから各ブロックの2人ずつに合わせて、うん全体の中で3位の中で、うん、各ブロックの3位の中で総合得点が一番多かった2人が、うん決勝に残るとか、ね、そのそれに、うん、僕が非常に高い点数をつけた股間って聞くのも残ったんですよ。広瀬さんの点数がなんだったら、ブロックは3位だったから。点数ポイントで。そう。このねデーブロックっていうのはねガチガチの優勝候補がいたのよ、童貞ドッポっていう人なんだって優勝候補がまず童貞だもんな、童貞なんだ過去に1回優勝してるそう、でね童貞なんだね。童貞なんだ。だから僕もあの本当に彼に対するコメントは早く大人になってください。なるほど。いやもうね上方落語なんですけどね。もう達者なの。もう10年やってんじゃねえかってぐらいの実にね声もいいし、うん、であのダミ声の感じが笑福亭な感じがしてねすごくいい感じ。でこう早いテンポでまくし立てるあのね、リズム感の良さとかね、もう本当プロみたいな。
で一歩講座を降りるとすごいシャイな感じ、うん、童貞な、そこが童貞な、童貞なところが出ちゃう、ね、彼が絶対もう初め見たでこいつ優勝なんだなと思って、うん、絶対こいつだと思ってたんですよ、うん、で2人だろって言って、もう1人だ、ここにはね、もう1人ね、結構うまい子がいたんですよ、うん、道楽亭クリリン、クリリン、これはあの京都大学かな、京都大学ですね、でこれがね、あのごく正攻法な上方落語の面白さに、うん、まあ、これはあの上方の若手が、うん、梅団治師匠はね、あの予選のとき、あ、じゃあ決勝の時に、このやり方って あるんですかって文治師匠に聞かれて、うん、いや知らんなって言ってて、こいつ考えたんじゃないのみたいな話したんだけど、うん、実は上方の落語家でやってる人がいるというね、ちょっと変わったやり方をするモグラ泥ですよ、こっちで言うとかね、あの膝隠しをうまく使ってですね、そう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 、でそれをあの剣台の上に乗っけて、うん、でその隙間からこう手を出して、こういう風に鍵を開けるんですみたいな、あ、手の仕草をよりリアルに見せるという、そうそう、で、あのスキンヘッドなんですよね、うん、で顔がね、立川楽平にそっくりなんですよ、そう、楽平に似てる、本当にさ、楽平さんとぐるぐる回ってどっちが楽平でしょうみたいな、言ってほしいぐらいそっくりだった親近感湧くな、落語はでもね、全然芸風が違う、まあ、髪型落語、髪型ですね、本当にね、で彼もあの本寸法に面白いっていうか、うまい、もう僕もだからそのメモのところに花丸がついてますね、あ、うん、よかったんだじゃあ、いや本当だから、これ花丸つけるぐらいですか、いやもうこの人はだから1位2位はこの2人で、童貞ドッポと道楽亭クリリンで決まりだろうなって思いながら、うん、なんで全部広瀬さんのブロックから出てるのよいや、あのこのあれ、とりあえず D ブロックに関してね、やってやる、なるほど、この D ブロックってもう審査してもしょうがないんじゃないかっていうぐらい、この2人確実だろうと思いながら、あ、図抜けてたんですね、2人が、なんだけど僕はまあこの中で股関帝菊の門一押しだったそう、でも広瀬さん花丸下手ですね、花丸ねひまわり、それこれ花丸、どこからどう見ても花丸でしょう、これね、ヒマラヤ消しゴムっていうね、これはあの東京の落語をやってる子で、貝草やってる、貝草をやってるそのセンスにね、うんうん、もうこんな話選ぶんだっていうところにすごい感心して、花丸、そう、これ花丸よかったって書いてある、ネタ選びセン、ネタ選びセンサーに、そうそう、で予選は確かね6分で収めなきゃいけないんですよ、うんうん、で後半は15分以内であれば大丈夫、あとねすごい勝ったな、グレートブリテイ落語くんっていうのがね、うん、ジャズ息子やったんですよ、これがまたね、ジャズ息子やるんだって、それでまた大学生に受けてる、あの会場は全部はその、うん、まあ落研の仲間とかも含めてなんでしょうけど、うん、無料でみんな会場にそれぞれぐるぐる回って聞けるんですよね、お客さんとして、うん、すごい受けてる、ジャズ息子、古仙さんと2人でジャズ息子受けますねってすごいなっていう話を、僕のブロックは古仙さん一緒だったんで、あですね、うん、まあ他に僕のブロックだとね、あとね、女の子でね、うん、三流亭空見って女の子がね、全く芸風がピッカリみたいなそういう感じのね、これは多分こうきっと気難しい審査員だったら落とすだろうけど、可愛いからいいんじゃないかなってちょっと思ってなるほど、まあでもね、入れはしなかったですけど、まあなかなかね、うんうん、ピッカリを脅かすよ、脅かさないとは思いますね、可愛らしさは分かるんですね、若い分ね、こちらはですね、C ブロックなんですけども、あ、 C ブロックの司会やったんですね、丸子さんが、 C ブロックの予選は審査員をやりました、審査員やったんだ、予選はできるんですよ、うちもね、あの貝草やった人いました、流行ってるのかな、うん、そうなんですかね、ジャカジャカじゃんけんっていう子ですけどねで、もう敬語でも何でもねえよな、そうなるとうちのブロックはね、もう割ともう普通というか、あ、この人が勝つんだな、うん、で終わりですね、まあの決勝まで行ったあの日大の飯食い手サバ寿司君、と、まあ阪大のですね、胃腸で困った君が、うん、まあ通ったんですけども、もうまあ妥当というか、で時間オーバーで惜しかったのが子供チャレンジっていう子なんですけど、この人はすごく楽をじって面白かったんですけども、で去年の方が予選は非常に頭がおかしかったですね、そういう頭のおかしいのちょっと期待してたんですけども、与太郎がなんか変な薬の入ったまんじゅう食べたら巨大化して自衛隊に撃ち殺されるとかあと
寄り合い酒で、うん、みんなが乾物屋のババアからいろんなもの盗んでくるじゃないですか、うん、でこれ戦利品をこう出して、うん、みんなでワイワイやってたら、あの天井から乾物屋のババアがぶら下がってきて、うん、ブーメランを投げてくるとかですね、うん、そういう展開なのがね、そういうのね今回なかったですね。ないんだ、いやでも今回だからね、僕はすごいもう言っちゃってておかしいなと思ったのは、あの女性で決勝に出てきたこっち、こっち向いてみーでしたっけ、はい、大阪芸術大学こっち向いてみー、うん、こっち向いてみーさ、名前非常に可愛らしいじゃないですか、うん、こっち向いてみーって、うん、そのアイドル的なこっち向いてみーっていうそういう感じじゃなくて、うん、いわゆる大阪弁のこっち向いてみーっていう、うん、そういうのなんですけど、ね、最初だからその決勝進出がまず落語やる前に壇上に並ぶわけですよ、うん、僕それ一番前の監視客席で見てたのね、客席で、うん、そしたらねなんかすごい暗い雰囲気でじとーっとしてるなんか観客席を見ながらね、なんかこうなんか暗いなぁ、これ何者だって女がいて、それはこっち向いてみる。そうなんだ、アイドル的な方じゃないんだな。もうなんかいかにも手首切りそうな感じ。道に倒れて誰かの名を呼び続けるような。そうなんだ、そんな感じ。ホテルもいつまで待ってるもんじゃねみたいなね。で実際そういう落語なんですね。そういうね、ちょっと、もう自己紹介からこっち向いてみメンヘラですって言うんですね。そんな感じで。面白いな。そう。結構面白かったですね。面白かったですよ。この子はだからね、僕はどんどん勝ち上がってほしかったんだけれども、うん、これトーナメントなんで、あで僕ね、鵜飼谷月見っていう岐阜大学の女の子はね、すごく真っ当な落語やってて、うん、多分これはなんか場内の雰囲気、大きな会場だったんで決勝はね、うん、決勝は大きなホールなんですよ。もうそれこそ何百人なんだろう、かなり大きな、ね、600ぐらい入るのかな、入りますよね、結構。でそこで雰囲気にでトップバッターだし、うん、飲まれちゃったのかなと、いつもの多分実力が出てないんだろうなと思って、うまやかじかなかったっけね、熊の皮ですね、熊の皮か、はい、そうだ、ね、そう熊の皮ね、だからそのこの子は本当は何か何々がうまいんだみたいなことを後で聞いて、うん、なるほどなと思って、こうなんか実力出しきれない感じだなと思って、可愛かったですね、残ってほしかったんだけど、いかんせん相手が童貞ドッポなんですよ。あ、最強のやつが来ちゃった。組み合わせ見た段階で、童貞ドッポは勝つに決まってんだな、これっていう感じでね。上クロートで下素人の童貞ドッポですね。こんな可哀想だったな。すごいな。まずじゃ、だから落語がうまくてもモテるわけじゃないってことを証明しちゃいます、ね。そうだよね。彼はなんか卒業したら義太夫語りになりたいという、あ、そうですか、ことを言ってて、いや、ぜひ落語家になってほしいと審査員席からね、話があって。面白いな。股間って菊野門くんはね、うん、1回戦で予選でやったジュゲムではなく、うん、平林やった、これがね良かったです。この平林の感じは、うん、マルコさんの平林みたいな明るさがあって、でわけわかんないところながらも結構まともだったんで、好感を持たれて、うん、ちゃんと通ったんですね、はい、ね、これはね面白かったんだけど、次に2回戦でジュゲムをやったんだけど、うん、これはね本当言っちゃってる落語 で、うん、で最後どん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 ブラックになってって、うん、で審査員からとある師匠からね、でまあ、京太郎さんだけど、うん、あそこまでやるんだったら、もっといっちゃうか、で最後はでもブラックじゃない方がいいんじゃないかっていう話が出たりしたんだけど、ただジュゲムってもともと最後は死んじゃったってやつだったりするじゃないですか、昔のやり方って、まあ、だから別にブラックな終わり方って死んじゃうとかでもそれはいいと思うんだけど、なんかね確かに聞く人によっては、うん、これこういう落語解釈いいのかなみたいな感じ、不快感を与えるようなと、だからちょっと小白さんっぽいというよりは談笑さんっぽい感じ、うん、ああなるほど、うん、僕は本当ハッピーにしかしてないですからね、うん、受けるかなと思ってやりすぎちゃったら、ね、お客さんがついてこなかったあ、ちょっととんでも系に行きかけた感じの、なるほど、でそこで当たったのが、うん、日大の飯食いてサバ寿司君だったんですね、うん、彼の評価がすごい高かったのがどうなんですか、どういうところが一番受けたんですかね、予選が非常に出来が良かったですね、あで決勝も1回戦では同じ平林やってたんですけども、はいはい、予選の方が良かったですね、はい、だからあれ実力出し切れてないなと、だからその後ずっと行くんですけども、うんうん、なんでこの子がみたいな、ちょっとそういう空気はありますね、そうでしょ、ただだからやっぱ食い合ってる感じがあって、結局なんか残り方がこれ決勝は誰と誰でしたっけ、結局ですねこの後、クリリンさんと楽平
ヤクヘイジュニアと、うん、そのサバ寿司くんが、まあ、菊野門くんに勝って、で金明地区をやるんですよ。でこの金明地区は実にサバ寿司、サバ寿司くんがね、金明地区をやる、金明地区が実に凡庸で、うん、実に学生としてもあまり面白くない金明地区だったんですけど、でクリリンくんの、うん、星戸屋が実に出来が良くて、うん、ただし時間オーバーしてしまって、そうなんだ、そうそうそう、これこれそうなんだよ、時間オーバーだとねアウトなのこれね。へえ。で時間オーバーだと審査員7人で4ポイント移動、うん、3ポイント移動するのか、3ポイント、そうだから結局ね、時間オーバーの人でも、うん、審査員の全員が満点にすれば勝てるシステム、そう、7-0なら勝てるんですけど、うん、1票でもこっちに入ると、うん、時間オーバーした方が負けちゃうという、だから梅団実証と文実証と僕と、うん、からあとは招き猫さん、うん、と古仙さん、はい、とあと一般のじゃなくてあの人だ、生楽の方、生楽のね古川さん、うん、で京太郎さんだった。そこでもう京太郎さん以外全員、うん、あっちゃったの。だ京太郎さんが、うん、サバ寿司だっけ？サバ寿司、サバ寿司入れたんで、はい、アウトになっちゃった。うん、あでもひょっとしたら京太郎師匠がサバ寿司さんに入れなければ時間オーバーでも勝ってたんですね、星野屋が。そもそも 6-1 で勝ってたんです。あだから落語そのものはどう見ても小文君の方がいいんですよ、うん、いいんだ。いやどう見てもって言うと今京太郎さん批判になってますそういう意味ではないんだけど、いやでもルールですからね、時間を守るっていうのは。そうそう、だからそれはね、うん、僕はだからルールを守るためにはカットするとこいっぱいあったと思ったんで、 あとね、僕後でクリリン君に言ったのは、うん、そもそも星野屋みたいな話をやるべきじゃないんだと、うん、時間制限があるのにあんな物語性のあるものをねやるよりは、うん、もっとバッと笑わせてハッと去るっていう、ね、方が絶対彼は良かったんじゃないかと思ったんですよね。へえ。だからその京太郎さんはその時にやっぱり自分が審査する時にすごくメモを取ってて、それが、うん、後輩に稽古をつけるときと同じ観点で見てると言ってたんだけど、だそれはもう僕一観客なので全く僕にはわからない基準です。そうですよね、うん、そこはだ例えば何々ができてるか何々ができてない、何々ができてるっていう、そういう観点で言ったらそれはおそらくサバ寿司さんの方ができてたのかもしれないけど、うん、まあそこはマルコさん曰く極めて凡庸、なるほど、マルコさんが知ったんですよ、うん、そうですよね、まあ、まあ、実際そうでしたね。っていうかね、そうなんですよ、あの場でね、あれだけ上方落語がいっぱいいる中で関西弁は通じないという落語をやるセンスもね、僕はねおかしいと思った。それがあった東北弁とかね、だからその津軽弁でやってる談笑さんみたいな、ああいう金明地区だったら分かるんだけど、金明地区の解釈いろいろありますよね、そういうんだったらいいんだけど、博多弁でやるとかなんとかそういうのあったらいいんだけど普通じゃんっていう。いやでもまあタイミングがタイミングだったんでしょう ね、 そうですね、サバ寿司さんが結局決勝まで残っちゃったと。そうなんです、これで決勝いっちゃうんですね。まあその京太郎師匠のね心の中までわからないですけれども、うん、まあ一応日大の後輩でもありですね。そんなことなるほど。でまあどう考えてもこのクリリンさんの方がうまかったし、うん、勝ちなんですよ、うん、でおそらく他の人が入れるだろうし、うん、あと東京がねここで残れないと全滅だったんですね。なるほど、ね、そういうのもあったのかなというね。ないです一切ないです、ね、でそんなことは実際、うん、そうないと思うんですけど、実際票を入れる段階で時間オーバーって分かってないですからね。ないですね。あ、そうなんだ。そうなんだ。時間オーバーって分からないまま書いてるから、一人ぐらいはこいつに入れとかないとってきっと思ったのかもしれないという憶測をする人がいてもおかしくはないですね。うん、おそらく違うと思いますけどね、うん、まあ、でもまあ時間オーバーしてしまったが、ね、ゆえに、うん、6-1 だったのに、まあ、クリーンさんが勝てなかったと、でサバ寿司君が決勝に行くんですね。すごいな、まあ、やっぱりその上方落語は、ね、素人がやっても面白く聞こえるようにできてるんで素晴らしいですね、やっぱりね。で我々やっぱりその素人がやって東京の落語ってもうちょっと聞いてらんない感じになるけど、うん、上方の落語って関西弁ができると面白く聞こえるようにできてるんですよね、うん、だからそこがねやっぱり有利だったのかなとは思うんですけどね。で、結局決勝に行ってサバ寿司君はあくび指南をやりまして、うん、これね割と頑張ったんです、ね、割とこう
凡庸ではない感じですね、学生らしい感じでやったんですが、もう貫禄と言いますか、童貞ドッポ君の、もう何でしょうね、もうそのまま横綱相撲ですね、もうガッと受け止めてそのまま投げ飛ばしちゃった。だってこれで童貞ドッポ優勝しなかったらやばいだろうっていう、もう2連覇でございますね。すごいな、1年明けてのごとく1年明けての2連覇どうてどっぽくんということで、いやもう本当ね、だから本当にガチガチのもう最初から優勝候補なのは分かるんだけどっていう、本当にそのまま来ちゃったなっていうね、これはね、彼はねもうね、あれですよ、もう今何年生ですか、どっぽくんですか、どっぽくんはあれまだ3年かな、そうでしょう、はい、もうね、だからねもう出ちゃダメですよ、彼は優勝だもん。出たら優勝します。すごいな、もうレジェンドになっちゃってるよ、僕それね、主催者行ったんですよ、もうね、今まで来てなかったけど2回優勝したらダメにしましょうっつって、彼が来年出てきちゃうから、でも京都産業大学4年って書いてある。あ、4年ですか、だったら、あ、よかった、だからね卒業だ。でもなんか九州大学5年って人いるな。卒業しないでもありなんだな。甲子園とかと違って留年してもいいんだ。何年も出れるやつだ。いやなんかでも去年東海大学8年という人いました。そうか、いやだけどね、本当優勝経験ある人はやっぱり一応ね、外した方がいいんじゃないかなって思いましたね。そうですね、 NHK 新人演芸大賞も出られないんですからね、優勝するとね。でも落語協会から2年連続でエントリーシート届きましたけどね、それはちょっと気がついてなかった、か忘れてたの、もうマルコさんが優勝したことない、長谷さんのところに届いてますけどね、なるほどね、そうなんだよ。いやでもちょっとね、学生のこういう盛り上がりって楽しいですよね。楽しいんですよ、楽しいですもん。ぜひこちら師匠も来年、だから行くっつってんじゃんよ。なんなら俺エントリーするよ。俺ここに大学入ればいいんでしょ。いや学生ならいいです。で大学入って学校法人の学生ならいいです。学校法人ならいいの。だから MSC で大丈夫です。あ、吉本の学校でも大丈夫です。じゃあスクールオブビジネスとかで俺資格取るのでさ入ってもいいんだよね。法政大学でも大丈夫です。辻調理師専門学校とかでもいいんだよね。全然大丈夫です。おーし、それでなんか基本ができてないとかって京太郎氏に落とされる、絶対落とされるよ。紙紐ができてな い, ができてない。紙紐間違って切っ張かかる。もし広瀬さんも良ければ来年ぜひ。いやもうぜひ行きますよ、もう開けてきますから。私もちゃんと早起きするようにします。いやそこはどうなんだか。何が起こっても動じないようにします。待ち合わせ時間の10分後に集合する。そうね、もうそう。いや勝手に行くようにしますよ今度。もういいよ、岐阜で待ってますよ。待ってると、ちゃんとエスコートさせていただきます。岐阜で待ってるぜ。ホテルまでお送りして。いいよ。岐阜って名古屋からあんなに近いって知らなくて、近い初めて行ったんで。はい、こんな近いんだ。目と鼻の先ですよ。本当に、東京から所沢ぐらいの感じ。そう。もっと近いですね。いかに名古屋が都会かっていうことですよ。これそうじゃねえな。岐阜が知られてないからな。なんで名古屋？岐阜市が岐阜の県境なんです。岐阜ってめちゃくちゃ縦に長いですからね。高山とかまで行くと本当名古屋から2時間半ぐらいかかりますからね。岐阜の駅前に織田信長なんか金木の像が、像が、ライオンズクラブのね。純金なの？あれ純金の金箔じゃないですか？本当金箔でしょ？ツバメがこう剥がして持っていくとか。すげえ、それをコントロールできればねえ。そうだよね、なんか迂回みたいにできればね。だんだんここだけ黒くなってきた。そう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 、幸福な王子が、そんなようなわけでございます。またね、天使機会が楽しみなところでございますけれども、次回の新日本の話芸落語会の方でございますが、次回が10月の27日。まだ大丈夫ですか？大丈夫ですかこれ。もうですから聞かれても、全部丸投げだから、丸子さんにみんな、ちょっと待ってね、我々。一応今、25取って、これが2本目だから、大丈夫ですね。10月2日ですね、これ配信は。大丈夫ですね。はい、次回10月の27日、3本目か、9日ですよ。11月の10日、12月の16日を予定しております。前売りが2500円、当日が2800円、お問い合わせは東京0354788006までお願いを申し上げます。それでは広瀬和夫さん、来年の審査員に向けて、意気込みをお願いします。そうですね、やっぱり僕もね、落語を見る目をより鍛えていきたいなんか僕のことだって、なんだっけな、本寸法嫌いのとかね、極物好きのとかって評されてるのもあるらしくて、全部小白さんも小白さん、そう、俺が悪いのよ、本当申し訳ない。だからちゃんとしたゲームをね、僕は分かるよっていうところでね、今回は審査した人材、ぜひね、とは言いながらやっぱり際物出てくると好き入れちゃうなと思いますので、際物の皆さん、ふるって参加してください。新日本の話芸ポッドキャスト